木村改修木村改修木村改修文政十三年二月五日、八百三十年二月二十七日、明治三十四年、1九百一年十二月九日は、江戸幕府末期、幕末の旗本、幕臣、耳縄吉武、幕府海軍軍政取締り、浜子天天奉行、本丸目付、長崎海軍伝習所取締り、軍艦奉行、 環状奉行当幕府の養殖を歴任。管理丸の総督を務め、明治維新後は完全に隠居し、福沢諭吉と交友を重ねて、主文三昧の生活を送った文人である。死没の日付で、正五位に上されているが、幕末の幕閣で、明治以後に、異界訓等を受けた者は木村を含めて、河地俊明、増十四位、岩瀬忠成,成、増正五位。 池田町発、造成五位の四名だけである。幕末の四船の一人に名を連ねることもある。ただし木村は、死後の日付での、造位ではなく、死去の日付での、女位である。七代続く、浜御天奉行の木村義彦、義久の子として生まれる。幼名は勘助。水野忠邦に仰せ付けられ、天保十三年、1842年。 天子天奉行見習いとして初出資する。十二代将軍、徳川栄養士の調音により、老中、若年より、三奉行、勘定奉行、寺社奉行、長奉行に列して、将軍家の農前への出席を許されるなど、若くして、才能を植望される。林、堺に指示して学び、高下元年、1844年に、両番格となる。安政二年。 1855年に、公部署に出資。安政三年、1856年、老中、安倍正宏によって、西の丸目付けに登用された。この際に、木村を強く推薦したのが、林家修学時代の先輩の岩瀬忠成だった。安倍正宏の下では、岩瀬、大久保忠宏、一王と並んで徴用され、目付けのまま、長崎兵御用取締りを命ぜられ、 長崎奉行の職務の観察にあたる。安政四年、1857年、長崎に赴任した木村は、長崎海軍伝習所の取締りに就任する。赴任当初の伝習所は、多くの生徒が丸山の遊郭などの悪書に入り浸るなど風紀が乱れており、奉行所も彼らを別格扱いして特に取締りは行っていなかった。木村は、長崎奉行、 岡部長爪と協力して、風紀の引き締めを行い、宿舎の狭い部屋に、大人数を押し込めておくことによるストレスが、悪所が良いの一因とみて、練習所近辺の空き屋敷を借り上げるなどして、生徒の住環境の改善を合わせていった。また、それまで、長崎周辺の狭い海域に限られて行われていた、訓練公開を、他班の了解を含めた広い海域で得るようにし、 生徒の相関技術の向上に寄与した。また、伝習所において、ペルス来県カッテンディケラオランダ人教官らと交流できたことは、後年の渡米の際に役立つことになった。長崎を去る際、木村は、幸運の例として、家電の太ちをカッテンディケに送っている。伝習所では、薩摩藩主、島津成明、佐賀藩主、 鍋島直政の二名と個別に会合して、諸藩の海軍事情を探り、特に成明らの器量の大きさに感心したという。安政6年、1859年5月、木村は海軍練習所の閉鎖に伴って、江戸に帰り、目付に復帰。一つ派と南紀派の争いが激しくなる中、木村はいずれにも属さずに、目付局にいながら、外国御用立て合い。 神奈川海港取り調べを経て召し出され、大老を、伊伊直介の下に、軍艦奉行並みを仰せつけられた。伊伊は、安政の大国にあたって、同僚の岩瀬忠成一人を狙い撃ちにしたため、岩瀬は、秩となり、その上、家録も取り上げられた。万永元年、1860年、前年6月に締結された、日米修好通商条約の批准のため、 アメリカに施設を派遣することになった。この時、軍艦奉行、水野忠則の権利で、米艦砲破綻号を使用する聖師、新見正雄機とは別に管理丸を派遣することになった。9月10日、軍艦奉行並みに任じられていた木村は管理丸の司令官として、兵米福祉を命じられ、軍艦奉行に任じられる。管理丸の司令官に就任するにあたっての、 公開手当は、小栗忠政と同格以上であった。木村は、乗組士官を先行し、まず、佐々倉東太郎、鈴藤雄次郎、浜口京衛門を、運用法として任命し、測量法として、小野智五郎、友野哲太郎、松岡万吉を任命し、上機方に、飛田浜五郎、山本金次郎ら軍艦総連署、海軍練習所の関係者を選定した。従者としては、 福沢諭吉を連れて行くことになった。その他、通訳には、アメリカの事情に通じた、中浜万次郎を、その他才覚を表し始めていた、かつ改修を同情させるなど、勘定書から拒否を受けて、出版準備を進めた。また、航海の道案内と、米国側との連絡のため、海軍大ジョンブルックをはじめとする米国の軍人の、上官を幕府に要請し、反対する、 日本人乗組員を説得して認めさせた。万、ま、円元年1月19日、裏側を立った管理丸は2月26日にサンフランシスコに到着し、木村ら一行は遅れて到着した、静止一行と共に市民の熱烈な歓迎を受けた。また、公式の歓迎行事の他に、管理丸が修理を受ける間、現地の人々との交流も行っている。ワシントンへ向かう。 生死一行と別れ、ブルー3月19日にサンフランシスコを経った管理丸はホノルルへて5月5日に裏側へと帰還した。帰国後の木村は井上清治鹿と共に軍艦奉行の職務に復帰、幕府海軍の創設を目指して様々な活動を行っている。文久元年1861年5月21日に軍政係となり、 事実上の幕府海軍長官となる。文久元年、1861年6月2日、軍艦組を創設。翌文久2年、1862年には、五戦士組を統合し、商府新組からも人を補充する、ことで海軍の組織としての定裁を整えた。文久2年5月2日、初の国産蒸気式軍艦、千代田系の建造を開始。 完成は5年後の慶応3年、1867年までかかった。合わせて、アメリカとオランダに、軍艦計3隻、富士山丸、東艦、平木高丸を発注する。同年6月18日、9名の留学生をオランダに派遣。この時派遣されたメンバーには、榎本武明、赤松時長をはじめ、青州、林治など、海軍だけでなく、 あとに、明治の政治、教育、医学分野の発展に貢献する人物も含まれていた。木村は、日本周辺海域を6つに分割し、それぞれの海域防備を担当する艦隊を、江戸、函館など6カ所に配置する構想を持っていたが、幕府首脳には、必要な艦船の調達と人員の育成に、時間がかるとの理由で却下される。また海軍に、優秀な人材を集めるため、 身分によらない人材登用と西洋の軍隊を模した階級、俸級制度の導入を堅議したが、これも身分制度の崩壊を懸念する幕府首脳には受け入れられなかった。こうして、文久3年、1863年9月26日、失意のうちに軍艦武業の職を去ることになる。現時元年、1864年、木村は改正書の頭取に就任、 ついで目付けに再任され、惑星に復帰する。外国語用立て合い及び海陸備え向き係りとなるが、翌慶応元年、1865年、長州政党のため上落して、兵庫開港問題をめぐって、老中、小笠原おさゆきと対立し、罷免された。慶応2年、1866年、再び軍艦奉行並となりおぐり忠政、かつ海州らと共に、 海軍の組織整備を進め、翌慶応三年には幕府海軍に西洋式の階級、高級制度が導入され、近代海軍の基礎が作られた。慶応四年1868年には環状奉行に進み、母親戦争では江戸城海上の事務処理を務めた。徳川義信が水戸へ退去するにあたって幕閣を辞任し、 明治維新と共に新ゼニ座の住居を畳んで、新編整理を行い、江戸を出てしばらく山奥の新館の下に身を寄せた。明治新政府からもその実力を評価されて、主官の誘いがあったが、木村はそれらをすべて謝絶して、完全に隠居し、親友の福沢諭吉と交友しながら、私文を読む生活を送ったと言われている。慶応義塾の面倒も見ており、新牧会で、 たびたび塾を訪れたり、市は、新禅座の有馬や中津屋敷に土地を用意したりしている。福沢との関係を論じる場合は、かつ改修は切って話すことのできない人物である。規則には常に厳しく、公明世代を信条としていた木村に対し、柔軟かつ奔放であった価値とは、海軍で演習所時代よりあまり折りが合わなかったようで、ある。 管理丸での渡米の際は、勝ちは官長でありながらも出港前より、大腸カタルを患っていたために、ろくろ式ができなかったが、上陸すると、アメリカ人と対等に会話をしていたので、それも、木村や福沢の目にはよく、映らなかったようである。福沢は、読み書きは、不便なくできたが、会話は増えてだった。こういった事情もあり、福沢は管理丸登場の件でも木村に恩があり、 それを抜きにしても深く尊敬していたこともあり、勝ちを心底嫌っていた。勝ちは明治維新後に白爵、数密古文館の地位に転じたため、これを忠義への裏切りと見た福沢は勝ちへの憲悪感を決定的なものにした。ただし維新後はもとより、維新以前の木村と勝ちの中は、福沢の勝ちに対するようなものではなく、お互いに馬が合わない程度のものであった。 木村にとっての生涯の地期は岩瀬忠成と福沢であり、福沢の死後の明治三十四年、1901年3月3日、時事新報に木村は福沢先生を思うという切々たる長文を寄せている。このほか福沢は特に木村の息子の幸吉に目をかけていたばかりでなく、維新後に注入のなくなった木村家を援助し続けた。明治十四年。 1881年には、漢文の随筆、菊窓玉筆、公領一無や三十年史、序文、福沢諭吉を、福沢の協力によって後巡者から私費で出版した。日誌、美貌省録の記録も残っている。明治34年、1901年12月9日に72歳で、死去。改名は、改修院牧女政府大孤児。 千駄ヶ谷の随縁寺に埋葬されたが、昭和八年、1933年に、青山墓地に改装された。日付は明治四年までは旧暦。開元のあった年は開元後の言語を優先。木村家は、初代、正隆が、甲府藩主、徳川綱重に仕え、二代、正重が綱重の子で六代将軍となった。徳川家信の,の江戸入りに従って、旗本に列した。 三代、重げから六代目の吉彦まで、代々浜御天ん奉行、同奉行を務める。家門は、松川美子。長男は創生。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。